エレオノーラーバニャートとバンジャマン・ペッシュ。2010年、エレオノーラーバニャートは、イタリアのバレエダンサー・バレエ指導者である。地元でバレエを始め、1992年に、パリオペラザ・バレエ学校に入学した。バレエ学校卒業公演の、騎士と姫君に主演して、注目を集め、卒業後の1996年に、パリオペラザ・バレエ団に入団した。ローランプティピナバウシュなど、 現代の振付系への作品で、とりわけ個性を発揮し、2013年に、エトワールに任命された。2015年にパリオペラザーの現役エトワールとして、席を置いたまま、ローマ歌劇場バレエ団の芸術監督に就任した。夫の元サッカー選手、フェデリコ・バルザレッチとの間に西あり、シチリアとオパレルモの出身。地元でバレエを始め、イタリア国内のバレエコンクールで入賞して、 モナコにあるプリンセス・グレース・アカデミーでマリカ・ベゾブラゾワに支持した。10歳の時にはローランプティ・フリツケの眠れる森の美女で小さなオーロラ姫を踊り、11歳になるとパリオペラザ・バレエ団の舞台にも立った。カンヌにあるロゼラ・ハイタワーのバレエ学校を経て、1992年にパリオペラザ・バレエ学校に入学した。パリオペラザ バレエ学校への入学を勧めたのは、当時校長だったクロード・ベッシーであった。二人はよく衝突して喧嘩をしていたが、ベッシーはいつも現場にいて、アバニアートにすべてを教え、彼女が踊るすべての活躍を見ていてくれたという。パリオペラザ、バレエ学校入学と同じ年に、イタリア出身の名バレリーナであるカルラ・フラッチと、フェードルという作品で共演した。バレエ学校では、 先輩のジャンギオーム・バールがプティペールを務めた。バールはアバニャートがパリオペラザ・バレエ団に入団した後も彼女の良き理解者となってパートナーとして踊るとともにコンクールの指導をしたり彼女のための商品を振り付けてくれたりした。アバニャートはバレー学校卒業公演の騎士と姫君で主役を務めて注目を集め卒業後の1996年に パリオペラザバレエ団に入団した。入団後の昇進は順調で、1999年にコリフェ、2000年スジェ、2001年にプルミエールダンスウズとなった。コリフェの時からマニュエルルグリやローランイレールと組んで踊ったり、本来スジェが踊る役に配役されたりするなど運にも恵まれ、21歳の時にはプティフリツケのクラビーコで主役マリーを演して、 パリオペラ座の有望な若手ダンサーに贈られるカルポー賞を受賞している。アバニャートはプルミエールダンスーズへの昇進こそ早かったが最高位のエトワールにたどり着くまでには13年の時間を要した。当時のパリオペラザバレエ団芸術監督ブリジットル・フェーブルにより早い時期からエトワールの踊る役に多く配役されていて周囲からも任命を期待されていた。 パリオペラ座の舞台で踊ってみたい作品はたくさんあったが、それらを踊るためにあまりにも長く待たされるのは嫌だということで、アバニャートはパリオペラ座以外の世界に目を向けるようになった。ルフェーブルから外部で活動する許可が降りたため、アバニャートは故郷のイタリアなどで自由なキャリアを送ることができた。この期間はアバニャートにとって難しい時期でもあった。パリオペラ座を長く離れていると、 エトワールに任命されないのではないかとの心配があったし、体の維持は常に彼女の最大の関心事となっていた。アバニャート自身はパリオペラ座を完全に離れることは考えていなかった。パリオペラ座では多くのコリオグラファーの新作を踊っていたし、ローランプティからは若者都市への出演を壊れていた。アバニャートはエトワール任命直後に行われたインタビューで、 あんなにも多彩なレパートリーがあって、世界有数のコリオグラファーたちと仕事することができて、あんなにも素晴らしい公演を行い、同じく素晴らしいレッスン場と教授陣を備えている、劇場は他にはないと知っていましたから、とパリオペラザーの美点を語っていた。アバニャーと罠長きに渡って、エトワールに任命されなかったために、自身ではその地位への昇進を期待していなかった。彼女自身によれば、 すでにパリオペラ座の中では自分の場所を確立していると思っていた。エトワールではないのに公演の初日を任されていて実質的にはエトワールと同様の扱いであった。2013年3月27日、アバニャートはニコラルリッシュパートナーとしてカルメンのタイトルロールを踊った。終演後、恩師のクロード・ベッシーや夫のフェデリコ・バルザレッティを はじめとする家族が見守る中、アバニャートは、エトワールに任命された。当初ルフェーブルは、アバニャートのエトワール任命を次のシーズンはじめの、椿姫で考えていたという。実際には、カルメンをはじめとするプティの多くの作品で共演したる、リッシュとの舞台での任命となった。アバニャートも、エトワールに任命されてまず、ローランのことを思いました。 最後に若者年を踊った時、彼は舞台を見ていて、君がエトワールになるのをどれほど望んでいることかと言葉をかけてくれましたとその喜びを語っていた。2015年4月、アバニアートはローマ歌劇場バレエ団の芸術監督に就任した。これはローマ市長から閉鎖の危機に瀕しているローマ歌劇場を救ってほしいと要請を受けたためで、 祖国イタリアからダンスの伝統が消えることだけは避けたいという思いからの決断であった。アバニャートがこの要請についてパリオペラザ総裁ステファン・リスネールに相談したところぜひやるべきだとの賛同を得た。アバニャート自身はエトワールとしての定年まであと3年あったためパリオペラザで踊り続ける機会を残しておきたかった。彼女はこのことについて古典全幕ではなく 自分の芸術性を活かせるような作品に挑戦する年齢に差し掛かっていますから、この二つのキャリアを持つのにふさわしい時期だったのだと思いますと、ダンサーと芸術監督の両立に意欲を見せていた。アバニャートは、ローマ歌劇場バレエ団芸術監督就任を承諾するとともに、ブレゲ、レペット、バレンチノなどの有名ブランドにコンタクトを取って、ローマ歌劇場への支援を依頼した。 これらの支援策が功を奏して、ローマ歌劇場バレエ団の舞台は満席が続き、クルミ割人形公演では過去最高の興行収入を上げるなどの成果を得た。アバニアートはパリとイタリアを往復して仕事をしていたため、ローマで暮らす夫のフェデリコ・バルザレッティとは普段は離れ離れに暮らしていた。バルザレッティは負傷によって2015年8月12日に 現役引退を表明し、エースローマのチームスタッフとなっていた。アバニャートによれば、バルザレッティには負傷の直前、パリ・サンジェルマン、FC からオファーが来ていたという、不思議な巡り合わせで二人ともローマに今日定めることになりました。人生ってそういうものなんだと思いますとアバニャートは語っていた。ローマ歌劇場バレエ団芸術監督の契約期間は3年間で、これは、 アバニャート自身のパリオペラザイトワール定年までと同じ期間である。2019から2020年のシーズンに予定されるパリオペラザでのアドゥー公演は椿姫に決定している。アバニャートは2011年6月13日にサッカー選手のフェデリコ・バルザレッティと結婚した。バルザレッティは以前のパートナーとの間に2006年と2008年に2人の 娘を設けていた。二人は、ノルマンニ宮殿で、結婚式を挙げ、立ち会い人となったのは、マッティア・カッサーニとジョルジョ・キエ・リーニであった。バルザレッチとアバニアートの間には、2012年1月24日に、娘が生まれた。2013年3月27日に、カルメンのタイトルロールを踊った当日に、娘が40度の熱を出していた。 舞台が終わったらすぐに帰ろうと思い、娘のことしか考えずに踊っていたら、エトワール任命というサプライズが発生したという。アバニャート自身も、その日の私の踊りはベストだったんですと回想していた。アバニャートは、娘について、私のエトワールよ。13年間もプルミエールダンスーズだったけれど、彼女のおかげで、 エトワールになれたんだから、とインタビューに答えていた。2015年には、息子が誕生している。アバニャートは、古典バレエよりもコンテンポラリーを得意とするタイプのダンサーと評価される。美貌と表現力、そして柔軟性に富んだ主体を活かして、ドラマティックな作品からコンテンポラリーに至る、様々な舞台で優れた踊りと演技を見せている。パリオペラザバレエ団は1990年代の、 中ばから現代的な路線に傾斜し、アバニャートはその流れに乗って注目を集めるようになった。彼女はピガ・バウシュ、ローラン・プティ、ジョン・ノイマイヤーなどの作品を特に好み、こんな素晴らしい振付家に教えてもらえる機会が多く、あるオペラ座は本当に素晴らしいカンパニーですと述べていた。バウシュの春の祭典では、生贄役を踊り、踊るというよりも、 元の自分をさらけ出すような役を経験したことで、エモーショナルな表現をより強く打ち出すことが可能になったため、古典バレエを踊るときにも、その経験を活かすことができるようになった。プティとは、少女時代からの長い交流があり、彼の創作した大きな役柄のほとんどすべてを踊っていた。そして、2013年のエトワール任命のときに踊ったのも、プティ振付のカルメンであった。 ノイマイヤーの作品では、真夏の夜の夢、シルビア、椿姫などを踊った。アバニャーとは、椿姫を彼の傑作の一つと評し、この作品の特徴はまず物語がとてもリアルで人間的だということ。ダンサーの演技力が大きく試されるバレエです、と述べていた。椿姫で彼女のパートナーを務めたバンジャマン・ペッシュは2006年のインタビューで、 彼女はマルグリットに最も適したダンサーだと思う。原作から感じ取ったマルグリットのイメージはエレオそのものですからねと答えている。その他にウィリアム・フォーサイス、アンジュラン・プレル・ジョカージュ、イリキリアンの作品なども踊っている。2016年2月20日に行われたバンジャマン・ペッシュのアドゥー公演では彼の相手役としてプレル・ジョカージュのルパルクを踊った。パリオペラ座の伝統で 年長のダンサーがバレエ学校生徒の相談相手となる制度。女性が務める場合は、プティットメールと呼ばれる。フッツ、コリフィ。パリオペラザバレエ団の階級では、カドリーユの上、筋の下で主に、コールドバレエを踊るダンサーが所属するが、作品によってはソロに抜擢されることもある。フッツ、スージア。パリオペラザバレエ団の階級では、 コリフェの上で主にソロを踊るダンサーが所属する。作品によっては主役級を任されることもある。シュジェと表記される場合もある。普通、プリーマイアダンセウセ。パリオペラザバレエ団の階級では上から2番目にあたり、エトワールの下、スジェの上でソロや主役級、準主役級などを踊るダンサーが所属する。男性の場合は、プルミエダンス、ルと表記する。 最上級にあたる、エトワール以外は、毎年12月に行われる昇進試験によって決まる。ありがとうございます。